キリルは、ブルガリアの王族。プレスラフ公の儀礼称号を持つ。ブルガリア王フェルディナントと、その最初の日マリアルイザの次男として生まれる。フェルディナント一世の退位後、父に従って、コーブルクに移り、プラハで農学を学んだ。1926年に、ブルガリアに帰国した。第二次世界大戦中の1943年に、 兄ボリス3世が急死した後、王位を継承した、シメオ2世はまだ6歳であった。そのため、シメオ2世が18歳になるまでの間、キリルと首相ボグダン・フィロフラによる摂政団が置かれることになり、キリルがその主犯となった。しかし実験は、フィロフにあり、キリルは飾り物に過ぎなかった。ブルガリアは、数軸国側について対戦に参戦していたが、 1944年にソ連軍の侵攻を受けた。これにこうしてブルガリアでクーデターが起こり、キリルらの政権は崩壊した。翌1945年、旧政権の指導者であったキリル、フィロフラは人民裁判により有罪を宣告されて処刑された。キリルたちの遺体はソフィア爆撃によってできた穴に投げ込まれた。1995年、 ソフィア中央墓地に、その記念碑が建てられ、1996年に、最高裁は、有罪判決の無効を宣告した。シメオン二世は、スペイン亡命時代に設けた次男に、叔父と同じく、キリルと名付け、同じく、プレスラフ公の儀礼称号を称させている。ありがとうございます。